あるかも。あるかも。はい。本当に？スピード上だったりとか、他のサーキットに比べると、手ぶれがすごい。
ぽいですかね、やっぱり。アンダーっぽいですかね。アンダーっぽい。ブレーキ終わりかけから出口にかけて。そうですよね。アクセル軽く乗せても余計アンダーっぽくなっちゃうから。はい。そこをもう少しこう、フロントが落ち着いてくれれば、クリップでの、はい、速度、はい、っていうのは、ほとんど速度を上げられると思う。はい。今そのフロントのアンダーに合わせて待っちゃってる。ああ、そうですよね。なんか突っ張り感はあるんだけど、はい、これで例えば減衰フロントのリバウンド若干上げてみたらどうなるの？今マックス締めてますね。あ、これでリバウンド、はい、で縮みの方が4戻しぐらいで。スプリングで話しては22キロです。プリロードはどれぐらい入れてる？そんなに入れてないです。多分10ミリぐらいはかけてます。タッチから10ミリぐらい入れてる感じ？そうです。ヘルパーが2キロ入ってて。ああ、ヘルパー入ってる。それで多分10ミリぐらいはかけてます。ヘルパーが入ってるとあまり変化ないかもしれないけど、ちょっとプレロード、これピッチ何ミリかわかんないけど、はい、若干緩めて試してみてもいいかもしれない。あ、緩める方向で。うん、緩めてちょっとあの、なんて言うんだろう、早く戻らないように。あ、なるほど。圧縮してかけてるから戻りが要は硬くなってる状態、はい、リバウンドも早いから若干緩めればそれが低い状態になるから、ちょっとリバあのヘルパー入ってると反応が悪いから、はい、違いが分かんないかもしれないけど、ちょっとやってみて見るといいかもしれない。ありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとうございます。